皆様こんにちは。2月の26日月曜日13時9分です。今帰ってきました。買い物から。さっきの動画見てくれましたね。かわいそうな思いをさせたのでお芋さんを買ってきました。約束のお芋さんもね、だもんね。約束のお芋さんを買ってきました。ちっちゃいの買ってきたよ。すみません、甘いそっち行ったから。大きいです。こんなに大きいです。よし、うわ、母ちゃんと半分ずっこや。あんたこの前もお芋さん食べたじゃないかねえ。よし、お芋さんの味噌汁お芋さんのご飯を作った、ご飯炊いたっちゃ。お芋さん入れてね。でもあれ炊いたらあんまり甘くなくなるのかなねえ。まかんまがっついたらね、危ないからね。こっち来て、はい、ゆっくりゆっくり。まだお座りして、お座りそう、不正だね、それは。お利口さんしよったんね。お利口さんやった。あんまガチガチしたらあんた危ないっていう、引っ掛けるっていう。少しジューシーやかいね。はい、皮ついてない皮、あら、皮がついちゃったのね、マー君は。ねえ、おいちですか、おいちですか。お利口さんやったねえ。泣いたもんね、僕は。おいち、甘い、これ甘いかな。なんかいっぱいこぼしちゃう。これこういう色、あんまりあれ、あれだ、なんか美味しそうじゃない。びちょびちょ、でもびちょびちょよりいいかな。びちょびちょのお芋さんは引っ掛けるから。こんな感じで可愛いです。伏せしております。可愛い、可愛い。ごめんなさいね、カメラが揺れる、揺れるっていうか今動かしてるから揺らして。なんかおかしいんだよね、カメラがね。はい、おいちい、お味噌、おご飯の、ご飯で、ご飯に入れて炊いたのより美味しいかな。なんかでもドロドロしてないから引っ掛けんかな、大丈夫かな。びちょびちょのよりいいかもね。おいちどんな、まあまだね。おいち引っ掛けて、ほらほら危ないよ、あんたお口に挟、あれしたじゃね、お口に挟まったじゃね、歯の間に。おいちい、よかったね、よかったよかった。おいちい、そんな一気に行ったらあんた危ないよ、引っ掛けるとよ。ほんじゃね、引っ掛けたら大変ね。ね、あんまりこのお芋さんは味がしないね。あらららら、いっぺんに炊いたの。あんまり甘くないね。うちか、うち町に食べるね。でもね、あんまり、だって真っ黄色してないですもんね。周りだけ黄色いけど。まかまか、もう終わり。あんたあんま食べたいかん。この周りは、周りは黄色くて、この辺はやばそう、美味しそうなんですよ。なかなかこの白いとこがね、白いね。周りは美味しいね、ここのね、周りは美味しい。おいちい、あー、おしっこが行きたい。めっちゃ利尿剤飲むから出るんですよ、おしっこが。
で喉が渇くんですよ。すごい、もう買い物中おしトイレ行きたくて、まあそこまで我慢せんかったけど4回ぐらい行く前に出てたので、マー君大丈夫、そんな一気に食べたらあかんって、あかんって、って宮崎人なのになんで大阪弁使うんやの。おいて、おいち、引っかかった、お口に挟まっちゃっちゃねえと、なんかもうお腹いっぱい。まあ、食べ過ぎやじ、あんたこれ全部食べたら。お花、おち割りしてごらん、おち割り。下に。なんか、おいし、あんまり。はーい、じゃあ。もうちょっと待って、6分。今6分。もういらんと？もういらんと？ん？もういらんの？もういった？あんたも、母ちゃんがもうあれって言ったから、ちゃんと言うこと聞いちゃったんね、今。あれ、こっちやね、あんた。マクンっていくらでも食べるかな。超お腹いっぱい。母ちゃんはお腹いっぱいやけど、マクンはお腹いっぱいじゃないわね。いくらでも食べれるからね。うち。ああ、お腹いっぱいや。でもマクンこれ全部食べたらもうダメ、太るわ。少しにしとかんとね、もう終わろ。はーい、じゃあもうこれで終わり。じゃあ失礼します、皆さん。うん、もう食べ過ぎやまーくんね。はーい、うん、まーくんこっち。